よし、もう夕方になったからおしまいにしよう。4月の2日の火曜日です。火曜日はね、お休みなんだけどね、春休みだから、まあお店開けました。まあ予想通りちびっ子たちがね来てくれたし、あとはまあ何人か遊びに来てくれたんで、まあ開けてよかったなと思ってるんですけどね。あ、そう、限定30枚の販売させていただくトルネードフレームさんのプレイマットね、残りあと10枚切りました。はい、欲しい方はお急ぎください。で、あとは現在下川チャンネルさんのプレイマットも、現在、再入荷されてますので、ぜひお求めください。そしてデリーターズのプレイマット、すごいね、いろんなところのプレイマット、これ忘れちゃいけない、もちろんうちの店にはこちらシャマさんのプレイマットも売ってますよ。はい、ついこの間まではね、フラットさんのプレイマットも置いてあったんだけどね、それはこの間もう完売してしまいました。はい、フラットさんありがとうございます。こういう有名 YouTuber のプレイマットが売ってるのはうちだけ。うちさ、結構いろんなの売ってるよね。ハマッチが来たんで、マッチ、はい、こんにちは。こんにちは。なんかなんだ、世間的にはなんか YouTuber のプレイマット販売スペースみたいになってるみたいな。うん、そう、それでいい、それでいい、本当についこの間までね、フラットさんのもあったし、本当にそうですね。うん、そっか、フラットさんのも完全になくなった。あ、売れちゃいました。はい、さすがなくなりました。で、ちなみにシャマさんのももうあと数枚です。うん、はい、もうネット販売は全部取りやめてますから、これ、はい、はい、お店にあと数枚残ってるだけです。なので、うん、このそうですね、このショーケースにあるやつが多分最後の。あ、そうだろうね、になる、うん、でしょうね。うんうんうん。あとは僕らが普段でその対戦動画で使ってる普段使いのボロボロのしかないです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そのうちマッチーのプレイマットもできるかな。まあどうでしょう ね、そういうのもご期待ください。トレードフレームさんすごいよく売れてるんだよ。もう10枚切っちゃった、もう。あ、そうなんですか。うんうんうん、そうなんです。はい、あと下川さんのもまだちょっとある。まあでもトルネードフレームさんのはまた GP が多分メインになってくるんですかね、はい、ね、直販するって言ってたもんね。うん、です。はい、まあそういうことで今日はマッチお休みなのに、なんだっけ、俺がオーラデッキをちょっと試しにやってきたっていう感じで。そうですね、はい、なのでこれからの町田無双はぜひ、そろそろ違うデッキも用意しないと。そうなの。ちょっと俺大変だな、新しいカードいっぱいになっちゃって、画像貼るのが大変。画像貼るのが。そう、頑張ります。はい、じゃあ、強い俺がオーラを期待します。しかもよりにもよってみんな名前がちょっとよくわからない。ああ、そうだね、うん、それもいろんな。アストラゼーレぐらいですよね、わかりやすい。アストラゼーレ、一番光ってるやつでしょ。一番光ってる。はい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 。まあちょっと今度一覧表を見せてもらいます。僕もちょっと大変ですけど名前覚えます。はい、お願いします。はい、今日といえば4月2日なんですけど、はい、ちょうど一月ですね。そうですね、攻防祭まで。はい、あと一月ですね、攻防祭まで。どうですか、準備は。準備、ただ準備らしい準備もまだまだ、まあ、ただオリパ作ったり。そうですね、そのオリパ作ったりの準備を今実は密かに。あ、そうなんだ。これまだ動画にしてないですけど、うん、僕にはカートンを貼ったりとかしてカードが あるね。たくさん町田家の財宝があるよね。それでオリパを作ろうかと。はいはいはい、はい、思います。実は前々からそういう話はあったんだけど、あえて診断が出るまで待ったんだよね。そうですね、本当はその診断が出る前にオリパを作ろうと思ったんですけども、うんうん、でも発売までそんなに期間ないし、うんうん、なんなら診断発売してから1ヶ月後っていうことで、はいはいはい、まあ今回の診断で、まあ、結構高いカードがしかも入ってるということで、うんうんうん、まあこれはやっぱ新しい段が出てからオリパ作るべきだと思いましたんで、これから作ります。じゃあ町オリパにもご期待ください。はい、よろしくお願いします。はい、まだ5月2日までに、時間あるけど、もうまだ買えるんだよね、チケットはね。チケットはまだ全然多分買えるのかな、うん、ちょっと、いつまで買えるとかは全然。俺らはね、案内してる時実は自分たちがチケット買ってないから知らないんだよね、買い方がね。僕らはスタッフ側としてよくないやってるから、うん、そっちの事情は実は全然把握してないという、うん、でここから買えるよっていうところは概要欄に貼っとくんで、はい、ぜひ来てくれると5月2日皆さんとお会いできるかなと。結構でもみんな来るもんね、池内店長も来るし。そうなんですよ、うん。あ、トモハッピーさんも来るんでしょ。そうなんですよね、トモハッピーさんが来るっていうのは。そう、あともちろんシャマさんも来るし、あとね、ミキプルさんも来るって言ってたよ。あ、はい、全然公式の発表とかするんじゃないと思うけど、ミキプルさんが来るって言ってたし。じゃあこれはもう本当にシャキ、うん、シャキってしていかないと。そう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 。経理課の人とかも、ね、あの人来るんでしょ。わかんない、あの人はもうどう。マジスーツ着てく、それともジャケットだけ。僕その実況の時スーツ着てった方がいいかなとか。スーツ、そうだよね。まあなんか上着は持ってくよね。俺も上着は持ってって。そうですね、あとだってほらチーム T シャツを作るかと。ほら、そのお店さんがさ、ちゃんと制服あんのにブックアイランド勢だけみんな私服なのって話があるから、ちょっとそれを準備したいなと思ってるんで、はい、まあ僕もじゃあ上着だけぐらいは持ってこうかな。
はい、ね、じゃああと一月になりましたけども、はい、はい、じゃあオリジナルあそうゲドスリーブね、うちのゲドスリーブ、はい、新発売になるんで、あとは隠し玉も2つぐらいあるんでそれもお答えください。まあこれはどれが一番売れ行きがいいか勝負です。いやーまあもう負けるな、まあいいや勝負しましょう。はい、じゃあそういう新商品もあるんでご期待ください。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。失礼します。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドではYouTuberを全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方ぜひご来店お願いします。スタートぜひ応援させてください。